メルセデスカイ 1W08EQ パワーはメルセデスが2017年の F1 世界選手権産専用に開発したフォーミュラワンカーである。この年からシャシー及びパワーユニットの名称に将来のすべてのメルセデス AMG ハイブリッドモデルの技術ラベルとなる EQ パワーが付けられることになった。バルセロナで行われたプレシーズンテストでの F1W08EQ。 パワーこの年、各チームで採用された T ウィングが装着されている。2017年2月22日にティザー画像が公開され、翌23日にシルバーストンサーキットでシェイクダウンを行った後正式公開された。ホイールベースは 3960mm と、全10チームで最も長く突起物のないフロントノーズが採用され、 シャークフィンが非常に短いのが特徴となっているが、シャークフィンについてはその後のプレシーズンテストで他チームが採用している長めのものも使用し、その後ろで独立した水平翼もテストしている。この T ウィングは他のチームにも採用された。さらにその T ウィングを二重にしたダブル T ウィングもテストされた。また、シャークフィンをチムニーダクト化したものもテストされている。 フロントサスペンションの構成が独特でホイール側はアップライト本体から上に飛び出したパーツにアッパーアームがジョイントする。空力的にロアアームのマウント位置を高くして上下アームの間隔を維持するためアッパーアームの位置も高くなった。この設計は同年のトロロッソ STR12 でも採用されているが完全なる偶然だという。レギュレーション変更により解禁された バージボードエリアは複雑な多重構造になっており、シーズン中にマイナーチェンジが続けられた。第5戦スペイン GP では大掛かりな空力アップデートを実施し、従来よりも細いフロントノーズの下に、ヒレのような大型のターニングベインが装着された。2014年に FRIC サスペンションが禁止されてから、メルセデスは合法的な油圧制御サスペンションを開発し、パディロをわく。 複雑かつ広範囲にわたる非線形的な変異で細やかに車体姿勢を調整していた。しかし2016年末にフェラーリがこのトリックサスペンションの使用について国際自動車連盟に質問し FIA は完全な合法ではないと判断してシーズン開幕前にメルセデスとレッドブルにデザインの変更を命じた。 他を圧倒し続けていた2014年から2016年と比べ2017年はコースやタイヤに合わせたマシンセッティングの難しさがありモナコやシンガポールといった低速コースを苦手としたチームはシーズン前半戦は解決策が見つけられず W08 を気まぐれなディーバと形容した苦戦の原因として指摘されたのはマシンの超過重量と ロングホイールベース設計であった。メルセデスは、車体の冷気角を水平に近いぐらいに緩やかにして、車高が一定になるようデザインしており、これによって、車高の変化が小さい中速および高速コースでは、安定したダウンホースが得られるが、低速コースでは、車高の変化が大きいためパフォーマンスを発揮しにくいのでは、というものである。しかし、チーム首脳は、 ロングホイールベース原因説を否定している。カナダ GP で、ワンツー、フィニッシュイギリス GP で、シーズン3度目のグランドスラムを達成した、ルイス・ハミルトンドライバーは、同チーム5年目を迎えるルイス・ハミルトンと、引退したニコロズベルグの公認となったバルテリ・ボッタス。開幕戦オーストラリア GP ではハミルトンが、ポールポジションを取りながらも、レースで逆転を許して、 フェラーリのセバスチャン・ベッテルに敗れた。第2戦中国 GP でハミルトンがグランドスラムを飾ってシーズン初優勝を果たした。バーレーン GP でボッタスが初のポールポジションを獲得しフロントローを独占したにもかかわらずベッテルに優勝を奪われた。続く第4戦ロシア GP では逆にフェラーリにフロントローを独占されたがコースターとを切ったボッタスが初優勝を飾った。 第7戦カナダ GP でハミルトンがシーズン2度目のグランドスラムを達成し、今シーズン初のワンツーフィニッシュを飾ってからは、フェラーリよりも優位に立てるようになり、オーストリア GP ではボッタスが初のポール・トゥウィンで2勝目を挙げ、イギリス GP ではハミルトンが再びグランドスラムで勝ち、ワンツーフィニッシュも達成した。ハミルトンはベルディ GP とイタリア GP でも、 ポーールルンンンをを記録しドラライバーズランキングでもベッッテルを抜いてトップに立ったシンガポール GP の予選ではフェラーリやレッドブルにも遅れを取ったが決勝では序盤のマックス・フェルスタッペンとフェラーリ勢のアクシデントに助けられハミルトンが3連勝となった日本 GP でハミルトンがポールトゥウィンを飾りシンガポール GP 以降アクシデントや マシントラブルにより失速したフェラーリ勢に決定的な差をつけアメリカ GP もハミルトンがポール・トゥ・ウィンで勝ち4年連続のコンストラクターズチャンピオンを獲得次のメキシコ GP でハミルトンの2年ぶり4度目のドライバーズチャンピオンも決定したブラジル GP はボッタスがポールポジションを獲得するも2位ハミルトンは予選でクラッシュを喫しピートレーンスタートとなったが 驚異的な追い上げで4位となった。最終戦アブダビ GP はボッタスがハミルトンを抑え、ポール・トゥ・ウィンを飾った。速さのみならず、ハミルトンが前線入賞、ボッタスもリタイア1回のみと非常に高い信頼性も兼ね備えていてこれが終盤戦にトラブルが続出し、レースを落とすことの多かったフェラーリとの明暗を分けた。ありがとうございます。